皆さんこんにちは。ご挨拶をしましょうか。はい、はい、恵比寿神社の絵中野の中、はい、24の瞳の瞳、はい、絵中瞳と申します。皆さんの心にビタミン、はい、そして体にビタミン、絵中瞳です。どっちもビタミンですよろしくお願いいたします。だいぶ緊張してますよね。体にビタミン、心に瞳が正しいんですけどね。はい、はい、私が障害獲得賞金0円、プロテニスプレイヤーなんですけれども、最近はもっぱら絵中瞳専属 MC をしております、南雲和則と申します。中野の方は優しいです。ありがとうございます。中野の人優しいですね。まあね、今もね緊急事態宣言出てますけども、まああんまりね動かないとスタイルのね維持にも良くないですから ね、 そうですね。ちょっとねやっぱりこう、うん、歩いたりね、歩いたり運動はいいですよね。そうですね。ひとみちゃん、そういえばちょっとふっくらしたんじゃないですか。はい、ちょっといい、あ、起きる、はい、はい、はい、デブショーですね。デブショーデブショーデブショーというギャグでございました。お客様に、あ、ごめんなさい、今ね後ろちょっとカーテン閉めておりますけれども、ここで何か秘密の会合が行われるといけませんので、通報されてもいけませんので、お客様こういうご時世でございますので大声で応援したい気持ちあるかと思うんですけども、一人4デシベル4デシベルでよろしくお願いいたします。それから席をね長時間立って踊ったりとかっていうこともちょっとご時世からご遠慮いただければと思います。最後にね、こちらの方でまたサイン会、それから撮影いたしますので、はい、その時に小声で喋ってください。よろしくお願いします。ね、いろいろ皆さんに不自由をおかけしまして、はい、このご時世ですいません。はい、そして今日はこちらの、はい、会ってください、会ってください、CD 発売記念ということで、はい、こちらをね作詞していただきましたのが諸国屋千歳師匠です。はい、本当に今日はおなじみでございますので、はい、お見えになっております。一言じゃあ、はい、ご挨拶をいただきたいと思います。はい、師匠よろしくお願いします。師匠よろしくお願いいたします。イエーイ、こんにちは。イエーイ、わかるかな。わかるよ。わかんねえだろうな。イエーイ、シャバダバダ、シャバダバダ、シャバダバダレディ。秋の夜は更けて、シャバダバ、つだくもしのねみ。イエーイ。イエーイ。俺が昔、イモムシだった頃、弟はテントウムシだった。親父が信号無視で、お袋は茶碗蒸しだった。わかるかな。わかんねえだろうな。イエーイ。はじめまして。今日ひとみさんの、まあ、生意気に作詞をさせていただきました。テレビを撮るところでレコードを聴いてね、歌を聴いて声を聴いてたら、この方は演歌がいいんじゃないのっていうニック・ニューサーと一緒に声を聴いた時にお話ししたんです。そしたら演歌好きですって言うんです。やったらね、中で、あ、ごめんなさい、そこでね、じゃあニック・ニーサーと幸子を歌ったあの人とね、二人でどういう歌がいいかなったら、こういう歌がいいんじゃないかということで、ひとみさんは万が一の場合に、いい人ができて、その方がポッといなくなった時にどういう風な形になるかな、乙女心がどんな風に燃えるだろうと、こういう風に自分は考えまして、
会ってくださいっていう歌を作詞をしてみました。で作曲は岡村二郎って僕の友達の作曲なんですけど、そういうものを一緒にいやこういう意気作ろうと作りましたもんですから、一度あのレコードを聴いた、まあ、歌を聴いた方はありますが、レコーディングの時にあの僕も聴きに行ったんです。そうしたらもうとってもね、ひとみさんがぴったりなんです、このレコードと歌が。これびっくりした。あの片川マネージャーともうね、本当に目と目があって、こんなにすごく歌うのっていうような感じであの歌ってくれたもんですから、もうみんなでこうしちゃった、これは絶対合うぞ、いや今年売れるタレントの一人だよと、みんなでそうなったんですよ。どうしたら今 YouTube でわーっと出てきたら、もうみんなギャーギャー言ってんですよ。うちに今日ね千代八っていう弟子がいるんですけど、いやそれもあの僕と一緒にひとみさんともこちらあの一緒に番組出ていただくんですけど、この方の孫がいましてね、女の子がちょっと YouTube を 見ながらあの中八もあのひとみさんと一緒に出てるのよって言ったら、嘘だーバーサー出てるわけでねって言われちゃって、かわいそうに泣いております。こちらはもうひとみさんも恨んじゃうか分かんなくなる、その女の子もひとみさんのように歌いたいってあのスカートでって言ってるらしいんです。そのぐらいに今の小学生と中学生が盛り上がってるんです。だからぜひ皆さん応援してください、お願いします。イエーイ。これからご披露すると思うんですが、会ってくださいというと本当に乙女心んとこうやるような歌なんですよ。ですが どうか応援してやってください、お願いします。ありがとうございます。八雲社長さんもとってもあの優しい方でね、いろんな方ご存知でご紹介して、今日もこんなに人がよく集まったね今日は。まず驚いた。ありがとうございます。集まると思わねえよ、今日はいねえんじゃねえのって言ってるわけで来たんですけど、満タンになりました。あんまり満タンと言うと怒られると、まあ、本当にまあまあ集まっていただいてどうもありがとうございます。どうぞ応援してください、お願いします。師匠どうもありがとうございます。温かい言葉をいただいて本当に感動ですね、はい。師匠はですね、はい、今発売中のね、この週刊新潮、日本で一番有名な文春新潮、こちらになんと5ページにわたって特集されております。はい、どなた一人について語られてるかは、まあ、お買い求めいただいてお読みください。よろしくお願いします。お願いいたします。それではね、小学園小説師匠が作詞していただきました、はい、会ってくださいよ皆さん、聞いてください。飲んでる姿も美脚。ありがとうございます。緊張して喉が渇きます。薬味で飲んでるの。はい、それでは聞いてください。諸国屋千歳師匠作詞、岡島二郎先生作曲、会ってください、聞いてください。ネクタイ
して些細なことで遠くに夢の誘いで会いたくてここまで来たのあなたはいない11日帰省しますけど、私は渋谷で過ごせるといいですね。そうですね、夢ですね。はい。師匠はね、皆さんお笑いでね、ご存知だと思うんですけれども、実は10代の時のジャズシンガーを、そうなんですね、上京されて、いろんな音楽にね、造形が深くて、今は足立区のハワイアン。フラダンスの協会の理事長もされているという。素晴らしいですね。多芸にね、いいことしてますけどね。はい。私も好きなんですね。フラダンスはね、好きなんですね。この習ってみたいですね。まだ習ってないですね。腰の振り方がちょっと難しい。今可愛かった。今可愛かった。あ、大丈夫ですか皆さん。可愛かったよ。ここでね、せっかくですからね、フラダンスをお題に謎かけとかできますか？できます、できます。はい。フラダンスとかけまして、はい。柔道と解きます。さあ、なんか読んでるんですか？それお守りね。お守りです。はい。柔道と解きます。はい。その心は、はい、どちらも、礼が必要でしょう。優しい仲間のお客様、ありがとうございます。ではここでね、ハワイアンの歌を曲に参りましょう。はい、何て歌ですか？涙のアロハオエです。はい、聴いてください。
長いんで、めったに歌わないんですよ、今日はもう久しぶりに聞いた。ハワイアンのタイトルで、ね、あの嬉しいね。またイベントありました、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。師匠はね、はい、北千住という北千住新ウェブ放送局で、はい、第1、第3水曜日、14時から、はい、そせと歩きたい千住というね、番組をもう10年近くですかね。長いですね。人気番組。人気番組になってますね。ひとみちゃんも何回か、はい、ゲストに呼んでいただいてるんですけど、今度はまた6月2日にね、はい、出演しますので、よろしくお願いします。お願いします。前に聞いたんですけど、全く覚えてないんですけど、ね、2015年、そうなんです、あの、2月か3月ぐらいに、その番組にひとみちゃん実はゲストで出たんですけど、師匠は覚えてない。そうなんですよね。もう本当に大丈夫です。その時に師匠の前でね、はい、歌った曲、はい、はい、あるんですよね。はい、男はアレリア。はい、ありがとうございます。アレリア。アレリアっていうのはどういう感じなんですかね、なんかですね、はい、こう男性ってすごい素敵じゃないですか、はい、だけどちょっとしたことがね、はい、ありゃりゃってこう思うことってあったさ、軽い失望みたいな、ね、そう、軽いね、ありゃりゃ。皆さんのじゃあ社会生活、日常生活でね、はい、使っていただきたいんですけど、こんな場面で使ったりしますので、ね、ちょっと見本をやりましょう。はい、はい、見本、はい、この書類なんだけど、コピーしてるというのは、サイズは何にしますか、社長。A4 で A4。もしかしたら小川さん。それで終わりなんですよ。はい、ま、じゃあ、かしこまりました。コピーします。はい。ダダ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 。江中君。それコピーじゃなくてシュレッダー。ありありや。こんな感じでね。喜んでいただきました。ありがとうございます。ね、自分で考えたの？はい。自分で考えたの？自分で考えました。はい、はい、ありがとうございます。すごいね。すごい。天使が喜んでくれました。よかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ちょっと気持ちも。あ、水分バッグね。緊張してどこだった？緊張しますよね。見る見る。もう大御所がね、一緒ですから。そうなんです。そして18さんも、ね、そうなんです。美しい方もいらっしゃいますし、イケメン美女ね。リズム、はい。デスパからも来てる。なんかプーさんがいるし、はい、ありがたい限りでございます。大御所のプーさんもいる。参りましょうか。参りましょう。はい。じゃあ男はアレリア。はい。よろしくお願いします。あのさ、男の人ってさ、単純だって言うでしょ。でもね、
れてね、そうじゃないのよ。赤にちなんだフルーツの話をしましょうかね。フルーツの話をしましょう。赤いフルーツって言ったら師匠何ですかね。赤いフルーツ、果物、フルーツ、果物、うん、何がいいですかね。いろいろあるけどね。スイカ、はい、スイカのイメージですね。はい、スイカのイメージ、スイカのイメージなんですけど、はい、実はひとみちゃんが好きな果物は何ですか。いちごですね。いちごは好きですけど、いちご美味しいですね。じゃあここでですね、はい、ひとみちゃんが最近凝っているミステリー謎がお出ししたいと思います。はい、いちごミステリー。はい、はい、はい、いちごの甘さはいくつからいくつまであるでしょうか。いちごの甘さはいくつからいくつまであるでしょうか。何段階あるかということですね。朝倉天使わかりますか。12から15、6。ああ、全然わからない。でも正解ですよね。正解です。イエーイ、ありがとうございます。正解ということでね、ひとみんとトバッと差し上げたいと思います。これはいいよ。せっかくじゃないから。お客様、お願いください。じゃあひとみちゃんね、じゃあ正解、本当正解は何ですか。はい、それでも正解なのですが、はい、いちごだから1から5、1、5、
から5まで、ね、甘さが1から5まで、ね、はい、1が一番甘いね。そうですね、酸っぱいの、どっち甘いの、1が甘くて5が割とまだ売れてない、ちょっと酸っぱめ、そうですね、はい、何番目ぐらい好きですか？3番目くらい、3番目くらい、ね、4番目がいいかな、はい、ではじゃあ一番にちなんだ曲をね、はい、じゃあ歌ってください。はい、いちご街道思い出つぶつぶ、はい、歌ってください。あの人に会いたい、本当に会いたい、あなたと歩いた道から今日も浮かんだ丸く赤い月、夢を話した、未来を話した、優しい笑顔が映っています。いちごのつぶつぶ、思い出つぶつぶ、都会で見上げているかしら、忘れないでね、いちごに
ビタミンも豊富ですもんね、いちごはね。免疫力も上がりますので、いちごを食べましょう。いちご食べましょう。はい。もう食べました。いちごの可愛が食べたって。こういうね、可愛らしい出立ちなんですけれども、実はね、シンガーソングライター。いろいろ作詞もするし、作曲もするという。素晴らしい。君ちゃんが初めて作った歌をね、お披露したいと思いますけど、どんな歌ですか？銀座でアンパン、渋谷でピンポン、日立でパンピンポン好きなんですか？ピンポン大好きです。もうすぐね、東京オリンピックも行われるのか、ね、行われるのか知ってほしくないけどね、ピンポン注目してます、はい、やっぱり石川佳純選手、ね、かわいいし、はいね、すごい好きですもんね、動きとかね、優勝してほしいですね、頑張ってほしいですね、頑張ってほしいです、はい、はい、そしてアンパンも好きなんです。アンパン好きですね。アンパン美味しいよね。ね、皆さんアンパン好きですか？アンパンの中にこうあんこ入ってるじゃないですか。はい。こしあんとつぶあんってありますけれども、みなちゃんどっちが好きですか？つぶあん。つぶあんだな。つぶあん好きな方いらっしゃいます、はい、あ、結構いますね。そこのね、足の長いお嬢さんね、じゃあつぶあん好きだっていう。綺麗なお嬢さん。つぶあんのアンパンを。綺麗と思ったんですけど。アンパンが見つからなかったので、はい、ゆであずき、はい、どうぞ。あずきやったー。もう一方、つぶあん好きな方いらっしゃいますか？つぶあん好き、あ、じゃあそちらもね、あ、じゃあそちらもどうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。プーさん。プーさん。じゃあこれは、あれです、つぶあんの方だけ有利なんですね。そうなんです、僕もつぶあんが好きです。はい。皆さん、じゃあそう、こちらに。はい、どちらが好きなんです。ごめんなさい。なんですよね。はい。涙の粒が出てありますからね。あると思います。師匠のね、ふるさと福島県には、はい、柏屋さんっていうね、薄皮まんじゅう。美味しいですよね。美味しいんですよ。あれもね、こしあんとつば両方あるんですけど。こしあんの方が多く売られてますね。そうなんです。新幹線だからつば売ってないんです。こしあんでしたね。はい。こしあんなの。個人的にはつぶあんが美味しいと思うのでね。ね。こしあんの方が好きなんですかね。ね、こしあんが好きなんですね。関東の方は？関東もどっちかってこしあんの方が多いかもしれないですけどね。今日は少ないつぶあんのために一人が銀座でアンパン、渋谷でピンポンお届けします。どうぞ来てください。花火が鳴ります。もう一個ね、ボタンがあるので、それ押しちゃうと真ん中になっちゃうから、今押しちゃったから真ん中になっちゃうから、うん、それ出っ張ったままで、もう一つのボタンある隣にあるの、それ椅子があるから、それ乗ってもらった方がいい。ひとみちゃんが固まった。いいでしょ。あ、今いいね、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 これ、あ、いいね、いいね、二重らしくていいね、いいね、いいね、いいよ、いいよ、ここでプチ撮影開始だよ。電気に強いコメッキーさん。はい、すいません。銀座でアンパンいいな。すごいね。粒アンパン食べるのか。自分も粒アンパン。いろいろね、生放送のハプニングがありますよね。こういうことはよくあるので。はい。大丈夫。大丈夫。君ちゃんがじゃあモノマネでもやってみよう。何のモノマネしましょう。じゃあお客様からリクエストをじゃあ。じゃあ何のモノマネ。何のモノマネがいいですか。ドラえもん。ドラえもん。はい。ドラえもんね。僕ドラえもん。ドラえもんのね、大谷の上さんとお誕生日が10月16日と一緒なのでね。はい。よかった。優しいお客さん。はい。では治りましたね。はい。銀座でアンパン、渋谷でピンポン。はい。聞いてください。花火が鳴ります。花屋。
プロフィールとか見ますと、はい、特技ってところがあるんですけども、はい、ひとみちゃんの特技は動物の飼育車の運転って書いてあるんですけどね。車の運転、車はですね、車得意なんですか。得意、はい、あの免許を持ってるんですけど、はい、全身と交代しかできない。危ねえな。あの、カーブが不得意なんです。カーブが苦手。本当に公安委員会はあなたに免許を与えたんですけど、そう、どうして与えたんですか。じゃあここで今日の、はい、はい、ひとみちゃんからのね、ミステリー問題第2問でございます。車にちなんだミステリーでございます。皆さんちょっと考えてみてください。はい、はい、お家の中で車が10台隠れている場所はどこでしょう。お家の中で車が10台隠れている場所はどこでしょうか。さあ、師匠分かりましたか。さあ、千葉さんは車エビ可愛い。惜しいですね。可愛い。分かった方、車、あ、はい、はい、ガラス、ガラスじゃない、ガラスの10台。こちらのイケメン、はい、カーテン、あ、カーテン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 、やったね。おめでとうございます。おめでとうございます。いいぞ、羨ましいですね。カーテン、カーテン、中野の方はね、皆さん優秀でございますね。これ池袋では誰もわかんなかったですね。さすがです。さすが中野の人はね、頭がいいですね。では、ね、はい、ここでひとみちゃんが車の歌、はい、新曲でございますがご披露したいと思います。はい、はい、赤い車に乗って、はい、聞いてください。演歌です、聞いてください。赤い車派手に
はい眠るのはまだまだ早い涙乾く二人の愛は強く覚めてもあなただけ他の女の捨てた命がぬくもりと優しさでつながった赤い車のほろがく空がほころび雲も5年やまない雨はない傘をさしお日様待つは石ころだ綺麗になれるの抱きしめてあなたに泣いても閉じ込み笑う私は24時間愛するあなたの捨てた命は死なないで抱きしめて泣いた車に乗って帰省できるといいですけどね、はい、そうですね、車に乗ってふるさとでね、はい、すぐ行くしかないでしょ。正月さんはね、ご出身が足立区。そうなんですよね。足立区のいいとこって何がありますか。足立区ですね、師匠のお家があります。師匠のお家は足立区でございます。師匠のご出身は福島県。そうですね、福島県を PR すると福島のいいとこって何でしょう。相馬野毛祭り。そう、馬に馬にまたがって、はい、昔の戦国時代の戦いをやる、それは何月ぐらいにあるんですか。10月の祭日を3日間続けてやる。7月の後半ですね。3日間やります。7月後半、じゃあぜひその祭りに行きたいですね。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 食べ物も美味しいし、桃とかも美味しい、ラーメンも美味しい。福島って言ったらひとみちゃんこれじゃないですか。北方ラーメン。北方ラーメンじゃなくて、こう疲労回復に効くのがありますよね。疲労回復に効く、はい、なんかこう全裸になって。全裸になって全裸って、なんだろうな。なんだろう、温泉ですよ、福島ってね。温泉たくさんありますもんね。温泉が合いそう。
そうなんです。だいたい全裸で入りますもんね。全裸あ、でも全裸で入らないですよね。温泉ですか？いや、普通全裸じゃないですか。本当ですか？温泉好きな方いらっしゃいます？あ、よく行くよ。温泉好きなんですね。じゃあ温泉好きの方にひとみちゃんから日本の名湯をさせていただきます。温泉の好きな方、はい、ここに私は温泉の温泉に入ろうとしている美女が好きです。あと温泉の好きな方、はい、じゃあね、はい、塩温泉好きですね、はい、ね、それぞれ皆さんふるさとがあって、ね、国中があると思うんですけど、ひとみちゃんは今47都道府県で一番好きなのはどちらですか？生まれ育った仙台も好きなんですが、はい、今住んでいる埼玉が大好きなんです。埼玉、住めば都というか、はい、埼玉いいとこ多いよ。埼玉県、埼玉からいらっしゃったやっぱいますね、いますね。あ、そうだ、埼玉なんだ。優遇されるのかな。あ、埼玉県民にひとみちゃんからプレゼントがあります。はい、素敵な美少女が。じゃあ埼玉県民の。ああ、彼にあげて、彼に写真撮ったと思ってるからね。はい、はい、どうぞ。はい。ここには埼玉いらっしゃいます。埼玉どうぞ。はい。じゃあ後ろの方に入ってください。そう、埼玉いいとこ多いよね。いや、川口ギリアってところで歌ったことあるんだけどさ。なんかあの神奈川もいいですしね。はい、あ、神奈川いいとこですよ。栃木もね、いいですよね、山梨もね。ところにね、コピーを売らなきゃいけないっていう芸能界で大変な。東京もっといいですね。はい、東京、埼玉が好きという。宮城も好き。ありがとうございます。うん、では。ちゃんが愛する埼玉のために選ばれた作詞作曲ラブラブ埼玉。イエーイ。ラブラブ埼玉レッツゴー、ラブラブ埼玉フォーリナー、ラブラブ埼玉レッツゴー。
神奈川でもいいかもしれない。全部やってください。東京とかね、千葉とかね。替え歌で歌ってくださると嬉しいですね。はい、ぜひぜひ47都道府県の皆さん、ラブラブホニャララお願いしたいと思います。楽しくね、お送りしてまいりましたけど、次はいよいよ最後の曲になってしまいました。やだやだ、今来たばっかり。そんなことないない調子ないない。でもここにはいいないない。これはあっぱれ。ねえ、ジーダス聞けてありがとう。プレイタロウ、はい、お水を、はい。あ、背中姿がセクシーじゃん。今日はね、会ってくださいのキャンペーンということで、背中瞳だ。名曲動作からお届けしているんですけども、最後の曲はね、会ってくださいのカップリング、残波の夕日。そうですね、残波というのは地名なんですね。残波は地名ですね。どこにあるんですか。沖縄。沖縄。今日はだいたい瞳ちゃんの宮城県、はい、ね、福島県とか北が多かったので、バランスを取るために最後沖縄を入れときました。はい、沖縄の非常に夕日がね、綺麗な場所ですね。そうですね、行ったことありますか。よく阪神の野球選手が、あの、なんか練習する場所ですか。阪神は宜野座というところでキャンプするんですけれども、宜野座村には宿泊施設がないので、阪神タイガースの選手はザンパロイヤルホテルという、ザンパロイヤルホテルに泊まってるんですけども、やっぱ日が暮れてもね、選手は本当に厳しい世界ですから、しっかり見守れながら、夕日が沈んでも練習を続ける。それでもプロの世界ではね、一握りの人しか勝ち残れない。そうですよね、厳しい世界ですね。厳しい世界ですね。それを応援する女心、女心、はい、ザンパロ夕日、はい、聞いてください。勉強してるの？営業で回ってる人みたいで、営業で回ってる本当は何の職業？本当に職業は出てます。琉球大学営業です。社長の会もやった。営業です。何度の営業に。すごいね、ボールマイケル。皆さんの営業じゃなくて、いや、それだけじゃなくて、両方ですね、両方、あと家計の、あと大学のね、教科書も教えてあげてもらI'm not afraid to die.
ちなんで、はい、沖縄といえばフルーツですね。はい、マンゴー。マンゴー。マンゴー。マンゴー欲しい方いらっしゃいますか？マンゴー欲しい方、あのこれはドライマンゴーですね。あ、ドライマンゴー。ビタミン C たっぷり。あ、なんか欲しそうだ。小倉さん。はい、どうぞ。ありがとうございます。パイナップル。誰かいませんか？なんか欲しそうだ。もう一度会ってください。お届けしたいと思います。作曲がね、はい、青森県出身の岡島二郎先生、はい、作詞が作詞と前師匠、福島県のご出身でございます。そして歌うは宮城県出身のね、はい、ひとみちゃんなんですけど、最近はどちらかというと埼玉を愛しているというね、故郷は大事ですね。裏切り者と言われますよね。いろんなお国自慢聞いてまいりましたけれども、はい、ひとみちゃんのふるさと宮城っていうのはどんなところですか？何が？やっぱり海産物が美味しそう、お魚美味しいし、うん、あとね、ずんだっていうのがあってますよ、ずんだ。山形で言われるんだ。山形もあるんですけどね、はいはい、ずんだがね、とっても美味しいんです。枝豆です、ね。枝豆を、ね、あのこうミキサーで砕いて、砂糖と塩で味付けをするだけなんです。ずんだ食べたことない人？ない人？あ、みんな食べたことない。嬉しい。あれ？マイソンもある。あるでしょ。あるよ。ずんだだと思ったのが実は違うものだったんですね。抹茶だったり、はい、まあ、色は緑色。色は緑色、はい、機会があったらね、ぜひぜひ。緊急事態が解けたら宮城県に行って、そうですね、ずんだシェイクも美味しいですよね。ずんだシェイクあれね、一緒に飲んでみる。他にもなんかあるんですよね。最近あのパスタが美味しくなりました。宮城県は実はパスタが盛んなんです。そう、あのね、特にあの、はい、昔ながらのナポリタン、はい、すごく美味しいですね。そうそうそう、ナポリタン美味しいね。ナポリタンはそのパスタ発祥は横浜だけどね。そうそうそう、やっぱりナポリタン、ナポリタン、はい、ナポリタン、何が皆さんお好きですか？ナポリタン、ナポリタン、ナポリタン、パスタ好きな人います？はい、あ、結構パスタ好きなんですね。はい、ひとみちゃんからじゃあパスタの部分だね。まさかパスタが出るの？あ、それは兄ちゃんにあげたよ。俺はいい、俺はいい。兄ちゃんが着ぐるみ着てきたからな。さあ、もう一方、はい、パスタ。俺は大丈夫だ。いつも大体自分で作るんですよ。松岡さん、松岡さん、じゃあ、お兄さん。はい、はい。お水は飲んでる姿も結構日本目ですよ。日本目、あ、よく飲みますよ。ごいっぷりがいいですね。よく飲むね。しますよね。何飲んでるの？ヤクルトミルミル。大丈夫。やっぱりな。あ、それが。ひとみちゃんを一緒だけやらせてもらってもいいでしょうか？出てきた。良いですか？一緒だけやらせてあげてくれるでしょ？はい。ひとみちゃん、はいはい。ひとみちゃん、ひとみちゃん、ひとみちゃん、ひちょっと、ちょっと、ひとみちゃん、ひとみちゃん、みんな大好きな、ひとみ、ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございます。みちゃん、よし。ちょっと待って、そのまま待っとれ、はい、はい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 、今日はね、はい、コミンの会話だったんですけど、僕すんごいおちょこちょいでこけてしまったりとかして間に合わなくなってしまったんですね。で、今日一緒に参加できることもこれから感謝してます。え、僕、ディズニーから来ました。ディズニーランドから来たのか。はいはい、では
皆さんぜひ一緒に力をお願いします。いけダメでください。もう一緒にお願いします。ちょっとせーの、いけヒタミン、いけヒタミン、おっせヒタミン、何を目指されてるんですかって、店主が目指してるもの、目指してるものはですね、はい、愛と平和を世界中に広げるため、小さな僕なんですが、夢を届ける実在をしたいと思ってます。ひとみんが本当にそういうことをやってる方だと思うので、ひとみん大先輩のように、すごいキラキラになりたいなと思ってます。キレイ。そんなひとみんの歌なんですけど、ワンフレーズだけひとみんに送ります。ありがとうございます。この花のような瞳、輝く時代を笑顔にしてくれる太陽のような瞳、この時代を輝かせてゆくよ、ここにいるすべての人も笑顔を作っているよ、小さな僕も、そしてここにいる素晴らしい人たちもきっとそうだね。ありがとうございます。太陽の皆さんです。太陽の皆さんです。太陽の皆さんです。洋服は自作なの？自作？はい、ありがとうございます。自分で、今即興で歌われたんですね。即興でありがとうございます。ありがとうございます。ひとみ応援団まで来てくれた。嬉しいね。はい、ありがとうございます。ジーザス。ではお声いただきました。はい、心を込めてひとみちゃん、はい、会ってください。はい、よろしくお願いします。いっぱいいるね。そうなんです。もう皆さんね、優しくてね、泣けます。自分だって優しいじゃん。なんていい人、朝倉店長、いいね、いいね、素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ最後行きますか。最後じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ心を込めて、はい、諸楽屋千歳師匠作詞、岡島次郎先生作曲、会ってください。心を込めて歌わせていただきます。
めておいて、あなたはそばに笑ってよ。力強さと微笑みが見つめられると、動きが止まる。よろしくお願いします。師匠、師匠、いいぞ、イエイ。今日は本当にイエイ。イエイ。今日はどこに帰るの？イエイ。またお会いしたいと思いますけど、どうですか、ひとみさんの今歌った歌、いいでしょ？いいですね、とてもいい。いいですね、拍手がないね。自分で書きながらも、やっぱりあの心の中でね、ひとみさんがこういうになるんじゃないかと思って書いてたの通りに今なりました。本当に良かったと思います。皆さんもよく覚えていただいて、皆さんにあの宣伝してやってください。今年はひとみさんは絶対に揺れる、揺れる。皆さんの気持ちで揺らす、揺れる、揺れる、揺れるぞ。ぜひお願いします。もう本当に大事な時間ありがとうございました。イエーイ、応援してください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。うまいね。もうちょっと、じゃあひとみちゃんが大変なね、社会情勢の中で来ていただいた皆様、そして師匠に御礼の気持ちをね、謎かけでお伝えしたいと思いますので、ひとみちゃんお願いします。はい、今日ですね、コロナ禍の中して皆さんね、日曜日っていろんな行事があったりとか、あのやっぱり日曜日ならではできないこととかあるのに、こうやってね、皆さん一人一人駆けつけてくださいまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ちびさん、ありがとうございました。朝倉天使、またね、あの呼んでいただいてありがとうございます。じゃあそのお気持ちをね、はい、はい、お得意の謎かけで最後お願いします。はい、はいはい、今日ねお越しくださった本当にイケメン美女、イケメン美女皆さんとかけまして、はい、あの公務員のお家と解きます。公務員のお家と解きます。はい、はい、その心は感謝、感謝、感謝、感謝。この後こちらでね、サイン会と撮影会を行いますので、はい、CD をお買い求める方はこちらに、はい、あの師匠のサインもね、いただきますので、はい、ありがとうございます。そしてあの朝倉選手もイケメンのね、イケメンの朝倉選手朝倉選手で謎かけできますか。はい、はい、朝倉選手とかけまして、はい、メロンと解きます。メロンと解きます。はい、その心は、はい、どちらもマスクがいいでしょう。イケメンですね。朝倉店主がね、今日のお客様大変素晴らしいということで、コーヒーを
皆様にご用意してくださることなので、どうか飲んで帰ってってください。お願いします。